リマルです。見てください、ハッピーバースデー、イエーイ。自分のセットアップできてます、かわいい。今日は何ですか？はい、12月14日はゆりまるさんのお誕生日だったということで、なんですが、はい、ちょっと生誕の準備とかで忙しかったので、はい、プレゼントはまだ買ってないです。なのでなんだよ私の方からこちら、おプレゼント1万円分好きなもの券、え1万円分なんですが、ただであげるわけないじゃないですか。なんでだよ、26の女にタダであげるわけないじゃないですか。ちょうだいよ、つべこべ言うなよ。ということで本日はですね、クイズに挑戦していただきたいと思います。ゆりまる本当に自分の記憶ある？ゆりまるウィキペディアクイズ。平野ゆりさんはウィキペディアが個人でありますので、はいはいね、作ってくれた人ありがとうございます、嬉しい。めちゃくちゃちゃんと更新されてるので、そちらの方から問題を出していきたいと思います。はい、でウィキペディアから出すので、それはちょっと違うんだけどなみたいな風に思ったとしても、ウィキペディアが正しいので、はい、ゆりまるクイズ第1問でるん。ゆりまるさんは自称ハン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 アイドルを掲げており、衣装にも富士山や日本国旗など日本をテーマにしたものを取り入れてる、はい、ゆりまるさんは何を掲げていたでしょうか？日本代表やばい、正解その時代は日の丸とか日本ジパングを称したものをめっちゃ入れてました。衣装に可愛くない？富士山とかナルトとか。あ、ナルトも日本のものだっていう感じなんですね。細かいこと言わないでラーメンとか中華って言ってるんでしょだってお雑煮とかにも入ってるもん。はい、次問題です。はい、イベントのきっかけでけん玉を始めたゆりまるさん、うわってた、2016年10月時点で何級の腕前をお持ちでしょうか？シッキングタイムスタート。全然覚えてないこれ全部で5問あって、全部5問正解していただかないとちょっと金額が減っていくので。ねえやだ、12級とか。ファイナルアンサー。え、だってさ、1級とかがさ、え、上なんじゃないの？そうですけど、え、下、重い数の方がさ、ね、そうです、そうです、そうです。え、ったら多分12級ファイナルアンサー。うん、ブーねえ正解は6級の腕前です。え、そんな言ってたの？6級だそうです。え、すごいじゃん。ゆりまる問題第3問。ゆりまるさんは常にポジティブであり行動力があります。これをゆりまるさんご自身は何と言っていたでしょう？元気の良さは天下一品。正解元気の良さ天下一品、ゆりまること平野ゆりですって言ってた。今3問のうち2問正解だから、うん、1問間違えるごとに2000円下がるので、今8000円のプレゼントですね。泣いた、無理。ゆりまるさん、2018年に、タケノコを再開されています。はい、いつ再開されたでしょうか？ねえ覚えてない。再始動した日のライブの日、まあ、その前から動いてはいたけど、はい、ライブの日4月。4月？違う、本当に違う、2月の28。2月の、そんなの覚えてないよ。2018年2月の28日が何曜日か教えてあげますね。うん、これやっぱ正解してほしいんで。ありがとう、優しい。28日は水曜日。25か24だよね、ライブをするから土日だよね。うん、どっちだっけ。24 25。
ファイナルアンサー？スズ。正解。優しい。ラスト問題です。はい。私とゆるまるさんが初めて出会った日、え、いつでしょう、いつ何の日でしょう。覚えてない。何も覚えてない。じゃあ、バツということで。いや、待って、ヒントは、ヒントは、まあでも、タケノコ始まるちょい前ぐらいですよね。え、なんだっけ。私のソロでの生誕祭。正解。すごったぞ。正解。うわ、そっか、そん時だっけ。はぁ、懐かしい。弾き語りした、弾き語り。あ、そうですね。で、じゃあ2018年に出会ってんだ。17年の12月。17年、18、19、20、21。もう4年。すごい。うえやったということで、正解。ということで、ゆるまるさん5問中4問正解ということで、はい、8000円分の好きなものを購入していただきたいと思います。本当にいいの？はい。やった。なんで後日あの8000円以内の Amazon リンクください。はい。ということで、じゃあスタッフさんからの8000分の誕生日プレゼントの開封動画も後日撮れたらいいなと思います。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。この動画がちょっとでもいいなと思ってくれた方は高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。それでは以上、ゆりまるでした。バイバーイ。